なかなか興味深い噂だ。この平和な時代にクーデターかね。はい。それで君は各支部を視察で回っているのかね。アッカが生まれた理由が理由ですから。故に噂は常につきまとう。ただの噂と。ご長官会議で協議しよう。だが今この国は平和だ。アッカは平和のシンボルだ。負けでトマト食パン買ってきて、飲みすぎるからよ。はい、ガイドさんに注目。みんな、アッカのことは知ってるかな。社会科の授業で習ってるよね、アッカーくん。アッカが生まれたのは今から99年前です。そこからさらに100年前、この国は13の国に分かれていました。それを一つの国にまとめたのが今の国王様のひいおじい様か。そう。でも月日が経ち、今の国王様のお父様の時代になると、なんとドーワーク以外の12の地区が結束してクーデターを起こしたのです。しかし平和を愛した国王様のお父様は各地の代表と話し合いの場を持ち、12の地区に地方自治を認めることでクーデターを食い止めることができたのです。その時に決まったのが首都の移動、中央議会の制定、そして政治とは独立した民間組織の結成。その組織こそがアッカというわけですね。アッカの名前の由来は、結成された年に絶滅した平和のシンボルの鳥の名前か。その通り。平和のシンボルアッカ、国民の平和を守っているのはアッカなのです。うちの子も来年あれに参加するよ。もうそんな年。カジ、どこですか。北区だって。北か。うちの地区じゃないとあいつを犯人に仕立て上げるのは難しいな。問題なし、終わり。駆け足でしたね。ここの支部は優秀だから。またカジ。火事じゃなくて強盗みたいですね。タバコ店が襲われたとか。タバコ泥棒も多いね。高額課税の超高級品ですからね。副課長みたいにもらえる人ばかりじゃないです。
そういえばライター見つかりました？いや、見つかった。多分。犯人の一人は第8ブロックを北へ逃走中。もう一人は不明です。新入り知らないか？いえ。あいつまた単独行動かよ。助けて。ガキか。ガキは裁判がめんどくせえ。取ったもん置いて行きな。行けっつってんだよ。道端で立って吸うもんじゃない。吸い慣れてるね。レイル局員、入局3ヶ月にして検挙数トップの期待のルーキー。ただし押収品の着服転売すること4度、裏の連中ともつるみあり。俺のライターを使って悪さを企て中の模様。ちなみに悪化本部入局試験受験記録あり。内務調査課にバレてるのか。さあどうだろう。特別なルートがあるんだよ。そうやってお前はまた。お前にわかるか。苦労しても望むものを手に入れられないことがどんなに惨めか。俺の努力が足りなかったわけじゃない。金やコネで世渡りする奴らに邪魔されたんだ。だから俺はランクを落として入りたくもない支部に行くしかなかったんだ。お前にはわからないだろ。もったいない。高いのに。話聞けよ。聞いてもわからないよ。だって俺には金もコネもないから。あんなとこに住んでてよく。ただの管理人だから。君が絡んでくる理由が分かってすっきりした。金持ちが嫌いってことだから俺はもう関係ないね。他に言いたいことはない？じゃあライター返して。内務調査課はまだ気づいてないんじゃないかな。今後は気をつけるんだな。恩を売る気か。俺は監察課だ。監察課の仕事は地方にいる本部局員の監視であって、支部局員の素行については管轄外だ。トマト2センチ。いつもの。君はこの辺りに住んでたかな、オータス君。いえ、妹に頼まれまして視察終わりに寄りました。そうか。次はどこへ？樹毛区です。あそこの食パンはインパクトがある。バスウッドというファストフード店に行くといい。今人気だそうだ。本部長は次はどちらに？視察されてると伺いましたが。次はない。ご長官よりのお達し。今嬉しそうな顔しなかったか？してませんよ。では出張頑張ってくれたまえ。あのカッパ君はどうだった？よかった。平和のシンボルのくせにすぐどっか飛んでいくよな、それ。もう一ついいか？ん？最近見張られてる気がする。監察課が観察されてるのか？わかった、調べとこう。さすがだな、ルーキー。このマンションに火をつける気だったんですかね。だろうな。例の放火魔だぜ、あいつ。オータスに貸しができたじゃないか。あれ確か妹だぜ、オータスの。かわいい。ほら、行くぞ。よ。いいの。チョコサンデー。
この前お兄ちゃんと飲んだんでしょ。そんなに強くないんだからほどほどにしてあげてね。了解。何してんの？管理費の内訳をね。いつでも嫁に行けるな。お婿さんをもらうつもり。おお。お兄ちゃんがアッカ辞めたとしても一人で管理人の仕事やってくなんて無理よ。あいつは辞めないね。お待たせしました。お兄ちゃん観察家の仕事好きじゃないのになんで辞めないのかな。管理人だってそこそこ安定してるのよ。それにアッカは安月給だしさ。その話しない？お兄ちゃんと。したことないな。今度してみて。了解。仕事はどう？忙しいよ。いいネタを仕入れたからしばらく飛び回らなきゃいけなくてさ。元探偵の記者さんだもんね。フリーの記者って儲かる？金のことばかりだな。今度3人でご飯でもどう？手料理？うん。考えとく。じゃあ2人が落ち着いたら晩餐会ね。手料理で。頑張れるよ。クーデターの件はいつものごとく噂で終わろう。しかし毛部本部長が動いていたのが気にかかる。同感だ。彼女ほどの者がただの噂に振り回されるとは考えにくい。それもあるが、グロシュラー長官、あなたはこの噂を事前にご存知だったのでは？あなたが監察課の存続へと意見を変えたことにもこの噂が絡んでいる。その通りだ。おそらく今回のクーデターは噂ではない。噂より信憑性のある情報を私は手に入れた。監察課副課長ジーン・オータス、彼がこのクーデター計画に加担している。あのタバコ吸いか。諸君らの中にも気にかかっていた者もいるのではないか。本部長の毛部にはすでに調査をやめるよう命じた。この件は我ら五長官のみで対処する。オータスが監察課の任務で地方へ赴き、クーデター派とコンタクトを取っていると？ありえなくはないが、彼は何度も異動願いを提出したと言っていた。だが、あの男から本当に異動願いが提出された記録はない。視線がなくなった。さすがにいいな。監察課を延命させ、奴に監視をつけたが、奴は想像以上にずる賢い。我々はその上を行く監視役をつけねばならない。内務調査課の覆面局員にうってつけの人物がいた。覆面局員は五長官直属、内務調査課の中でも身分を隠した彼らの素顔を知る者は局内で我々以外誰もいない。無論オータスもしかり。入りたまえ。これよりクロウがジーン・オータスの監視役に着任する。お部屋は406号室です。朝食は何時にお持ちいたしましょう？いいよ、ホールに食べに降りる。お持ちいたします。じゃあ8時に。予約してた部屋と違うんだけど。そのようにせよと仰せつかっております。副課長、おはようございます。おはよう。今日はここをチェックしたら。それなんですけど。オータス君、ようこそ樹木へ。支部長、ホテル、お気遣いありがとうございます。うん、何か問題があったらいつでも言ってくれたまえ。実は今朝からメインシステムがダウンしちゃってまして、今復旧作業中なんです。だいぶ古いもんねこれ。
夕方までには何とかします。じゃあみんなの昼飯買ってきてあげる。バスウッドで。この区は農作物のサイズが通常の 2.5 倍あります。だから料理も全部メガサイズなんです。ただバスウッドが他と違うのはめちゃくちゃうまいんです。それでか、みんな恰幅が良くなったもんな、この半年で。若い世代の平均身長がまた伸びたらしいですよ。2メートル22センチとか。すごいね。ケーキもいかがですか。どうぞ。じゃあこれだけ。でかすぎだろう。任意の取材ね。そう、地元のやつにおすすめされてここに来たら、お前いるし。例の視線、あれから一切感じなくなった。助かったよ。そいつはよかった。ゴロつきだったし、あのおかっぱくん絡みじゃないか。ああ、なるほど。多分もう大丈夫だろうさ。いつも悪いな。何を今さらだな。どっかで晩飯でもどうだ。連絡するよ。ああ、よろしく。先ほど連絡がありまして、やはり今日中の復旧は無理なようです。そう、じゃあ今日は他を回ろうか。すみません。どう、復旧は。結局復旧は無理でした。そうか、仕方ない。すみません。サブマシンは生きてる。はい、ただバックアップの取れてない日があるので、これからその入力作業もしなければならないんです。手伝うよ。ごめんね、学校帰りに付き合わせちゃって。部下たちに差し入れを頼まれたんだけどね、お店の場所わからなくて。木の実のケーキと言ったらここですよ。私も気になってました。おいしい。ドーワークが有名だね、この手の素朴で優しい味わいのケーキは。国王様がお好きとか。行ってみたい。私も行ったことはないんだよね。ジーンと君には申し訳ないと思っているんだ。半年で全支部回るなんて、本当は私がいくつか受け持ちたいんだけどさ。飛行機とか電車とか乗り物が苦手なんだよね。酔っちゃって。全然ですよ、兄も楽しんで回ってますから大丈夫。くそ、何話してんだ。俺が一緒にお茶したいのに。やっぱり可愛い。どうぞ。ありがとう。こちらこそありがとうございます。副課長のおかげで予定より早く終わりそうです。あと一息、頑張ろっか。はい。悪い。うん、トラブルか。ああ、お疲れ。お前の方はほぼ終わり。いいな。職替えして俺の仕事手伝う。各地飛び回るのはな。それにお前一匹狼だろ。あれ、お前俺以外に友達いる。つるんでる時間がないんだよな。余暇はバイクを走らせたいし、あとはお前との飲みだろ。ずっと変わらないんだな。もう15年近くになるのか。ああ、お前って近寄りにくいところあるもんな。そう、高校入って初めて顔を合わせた時からそうだった。周りから浮いててさ。それを言うならお前も相当だったぜ、人を寄せつけなくて。俺らはどこか似てた、だから気があったんだろう。それに変わってないのはお前も同じだ、ジン。アッカに入局して少しは堅苦しいやつになるかと思ったけど、全然だ。観察家も人はいいんだけどな。
ほんと嫌なんだな、観察家の仕事。ああ、向いてない。でもお前は辞めない。辞められない理由があるもんな。理由？例えば？俺にわかるわけないだろ。文句言っても辞めないし、なんかあると思うだろう、普通。やめてもな。そのタバコを初めて見る。ああ、これね。俺も初めて見た。ワイン飲む？土産まだ誰かに買うのか？さっき言っただろ。はあ、あれね。ジーン・オータスは樹木区からタバコをもらいました。それと私に監視をつけるなんて無駄ですよ。もう一度繰り返しますが、私以上の監視役はいない。てっきり信用いただけたものと思ってましたけどね。決断に随分と時間を要しましたね。当然だ。君はジン・オータスの友人だ、クロウ。あなたの部下による監視はジン・オータスに見破られていた。私ならそんなヘマはしません。噂は真実だったと他の長官が知る日もそう遠くないかと。ではまた連絡します。あいつは俺の目に気づいたことはないからな。30年間一度も。樹木区のポテトチップスに食パン。次はどこだっけ？スイーツ区。2週間後に。少しゆっくりできるね。で、今夜はあそこに会いに行くわけだ。また会ったな、オータス君。本部長もどうですか？樹木区の食パンか。勢いで買いすぎてしまったので。遠慮なくいただくよ。ありがとう。オータス君、今週末の夜空いているか？次回、アッカ13区観察課、城に漂う噂の煙。はあ、ジーンはまだ何も気づいていないようだ。ま、何にせよ俺からは逃れられない。だが今この国は平和だ。アッカは平和のシンボルだ。
なかなか興味深い噂だ。この平和な時代にクーデターかね。はい。それで君は各支部を視察で回っているのかね。アッカが生まれた理由が理由ですから。故に噂は常につきまとう。ただの噂と？ご長官会議で協議しよう。Back attack is on the way. Flipping around with the cards you play. Looking at suspicion for the keep deceiving him. For every minute what you believe is way. Silhouette conspiracies indefinite. Never fool, gotta stay cool. Smoke another cigarette. Whatever you believe in now, conflict observing every little bit. You can't follow what you can see with the eyes. All I got in my ubayai. Tada yuchi so hirugai so every night. Stand inside a small world. 目の前の全てが差別名西区に行くの？マギマキでトマト食パン買ってきて。飲みすぎるからよ。はい、ガイドさんに注目。